はい、続いてこちらです、はい、ジャニーズの人気俳優生田斗真さんがシェイクスピア劇に初めて挑戦することになりました。シェイクスピア喜劇の名作ベローナの二進士で友情と恋愛を天秤にかけ裏切りと許しを経て成長していく二人の若者の姿を描いた物語です。恋愛と友情の間で悩む主人公を演じる生田さん、プライベートの恋愛はどうなんでしょうか。友情と恋愛だったらどっち。僕は本当にリアルに友情取っちゃう派なので、そうですね、そういう質問のなんか期待に応えられなくてすいません。じゃあ泣く女性が多いってことですね。かもしれませんね。さあここで一口目です。生田斗真さんの苦手な食べ物は焼肉のカルビだそうです。なんで分かるの。嫌いな理由は以前スマップの中江さんに焼肉に連れて行ってもらった時、カルビ食えカルビ食えと言われたくさん食べ過ぎたからだそうです。なんか幸せな感じの。いやーでもそれでも生田懐かしいわ。懐かしいですか。懐かしいって、お知り合いなんですか生田さんと。昔生田川崎の生田に住んでた。すいません、続いてこちらの新聞なんで。ちょっと場所の生田と生田斗真さん違いますから、終わってからお話ししていただきます。生田って住所でよく書いたね。